Step 3. Total internal reflection. 全反射。これが、だんだん、えっと、まあ、これが密度が高い材料から密度低い材料には光を取るかどうかをちょっと見てみましょう。この角度、えっと、NI は、この場合にはだんだん大きくなると、まあ、こっちがゼロなんですが、こっちが、えっと、こっち側にはだんだん行くと、だんだんゼロに近くな,なるんですけれども、 だんだん上の方の通る光が、その角度がだんだん下がってきますよね。そうするとどうなるんでしょうかね。これが、下、下 R、下の小文字の R に,には、それが,が90度にはなれるかどうか、ちょっと計算してみましょう。できてたら、光は外には行かないんだよな。 それがそのままちょうどこの、<coughs> あの、材料の <coughs>、それはそのままこの材料の境界面に渡れるでしょう。だんだん大きくなるとそれも変わるんですけれども、この角度が下 C。それを Critical Angle と言います。そうすると、この数式で書けるんでしょうかね。これが、この場合には、と サイン90度にはなりますけれども、そうすると、これを使ってシーを計算できるんでしょうかね。そうすると、まあ、サイン90度、それが π の2分の π なんですが、それが1なので、サインシーイコール NR 割る NI ですね。そうすると、シーイコールサインインバース nr over ni ですね。そうすると、θi は θc より大き,な大きくなると、全反射になります。そう,そう,そういう意味で,で、光はこのところから逃げられないんですね。えっと、中のと,ところには保存するだけなので、外側にはと影響はしなくなります。そうすると、それが 材料によってそれが変わりますけれども、例えば密度によるんですが、えっと、水、ガラス、ダイヤモンドなんで、まあ、先の例としては、水の、えっと、屈折率がが、えっと、1.33なんで、ガラスが1.46、ダイヤモンドが2.42にすると,と、これが ni は上がってきて、と縦軸ががが、シータ c になると、それがまあ、 何度になるか。それと水の場合だったら、まあ40、ね、40何度で、ガラスも40何度。ダイヤモンだったら30度以下になりますでしょう。そうすると、それより、えっ、ー、と、きついアングルで、でで角度で,で当たると、光は相当の材料に漏らえないですね。 例えば、ガラスだったら、こういうふうに反射しているかもしれないんで、まあ、ダイヤモンドだったらもっ、もっと、もうちょっと、あの、角度が高いところにはできますよ、ね、で、これが、あと、同波間、これがファイバーの基礎なんですけれども、そのあと基礎と,としては、光は遅くなるんですが、それが、この反射には関係ない。これが材料の、の、の 特徴ですねそれが、えっ、ー、と、季節率によるだけです。